SB ホークス、レジェンド武田、トレードか。こちら謎の外人ツイート、果たして本当なのでしょうか。ポイント使い切ったか。下等級時代から活躍してたからいいねんかと思ったが、まだ30歳なんだな。ソース雑すぎるけど、今日だと戸柱のトレードって噂程度ではあったよな。武田と桑原のトレードはナンジェイレベルで去年も聞いたわ。武田はビシエドとトレードって聞いたぞ。武田って複数名して宝台でしょ。ほんまに謎の韓国人で草誰やねんこれ。峰井来たのに戸柱来るのかよ。こういうのが X やら SNS で拡散されてスポーツ紙が飛ばし記事出すんだよ。中日のレジェンド立浪さんとトレードか。韓国の赤味噌的な人とかちゃうんか。まあ武田翔太が出ていく可能性はあるかと思う。武田も桑原も複数年じゃなかったか。複数年だからありえないってのはもう否定されてるだろ。他のツイートからして完全にインプレ狙いの次。投手欲しいとはいえ桑原出すってのはなさすぎるやろ。前者も後者も釣り合ってない気がするが。ご視聴ありがとうございました。